ということで今日は、日本橋のカードラボさんにてデュエマの300円くじを当たりが出るまで引いてきました。はい、今回のガチャはですね、傷ありスペシャルという名前でして、傷があるカードなんだけど、その分高レアリティのカードがわんさか出るらしいので、早速どんなカードが出たのか見ていきたいと思います。前回同様、私たちまだ当たり何が出たのか分かりません。そして私たちまだデュエマあまり詳しくないので、このカードいいよとかいうのがあったらぜひコメント欄で教えてください。お願いします。今回の当たりは、竜相館チェンジザ、偽りのベルヘルム、神秘の宝箱などなどでございます。それでは早速いきたいと思います。それではまず1つ目、よいしょ、いきたいと思います。おー、ヤズブートキャンプ、あ、横向きボルジャ、絶対オンカーン、スーパースパーク、おー、なるほど、今回は5枚とセットですな。そうですね、続いてまいります。てれん、お、キラキラ、どんどん守るな、吸い込むなの仲間やん、これ。そうね。お、スパークかぶり、シュ、はい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 、ほい、おー、なるほどね、なるほど、はい、切ります。シュ、あ、あ、はい、ホイ侍あ、これ可愛いよな、シュ、ルアサ、フワちゃん、あー、なるほど、はい、そしてテレン、お、ニール、あ、うん、はい、あ、天才がめっちゃ見た子や、これ、あのあれで、そして、あ、なんだ、さばき的な、ほい、おー、あー、いきます。そして、これがラストです。せーの、お、お、なんかすごそう、何それ、え、やば、す、なにこれ、かわいい、ほ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 い、うん、おう、ってことはこれが当たりなんだな、絶対これやん、ギラギラやん、え、ちょっと調べてみましょう、はい、はい、ということで今回は5回で当たりが出ました。はい、このスペルサイクリカ、うん、これだいたい1300円ぐらいで、ほう、はい、ですね、いいですね、やったー、で5回で出てるんで、だいぶね、他のカード回したら元は取れてる、ね、そうだね、ですね、よし、よし、はい、ということで、前回じゃないや次回もお楽しみに、評価チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。